ベルーシャグバは、ロシア連邦北西部のアルハンゲリスク州にある町で、ある。日本では、ベルーシアグバと訳されることがある。ベルーシャグバとも表記される。ノバヤゼムリアの南東の西海岸に位置し、バレンツ海に面している。2005年に、ベルーシャグバが、町として誕生し、2006年現在の人口は2630人で、増加傾向にある。ノバヤゼムリアでは、 圧倒的に多くの人口を持っており、同地域の経済、政治の中心地となっている。交通では、ロガチェイエボと道路で結ばれている。南東の中部近くに位置するため、北極海航路の中継地とはなっていない。なお、各施設に関係する政治的な理由により、アクセスすることはできない。地球温暖化の影響によって、北極海の海氷が溶けやすくなる。 等の影響により、北極熊が陸上部で活動する時間は増加傾向にある。ベルーシャグバの市街地でも、北極熊が出没するようになり、住民の脅威となっている。2019年2月には数十頭の熊が住居や公共施設に立ち入るようになったことから、非常事態宣言が発令された。軍の駐屯地でも施設内に熊が住み着くようになったとして、 建物数百棟の取り壊しを行っている。ありがとうございます。